ドロ橋は熊野川の支流、北山川上流の蛇行部にある吉野熊野国立公園に指定されています。切り立った断崖とエメラルドグリーンに輝く水面が特徴で、国内屈指の渓谷の美しさで知られています。名物のウォータージェット船は2020年を最後に運休していますが、川舟が渓谷を縫うように走り、水上からドロ橋の秋を堪能できます。予想以上の、ね、すごさがびっくりしてます。はるばる来た甲斐があります。